ジャニールプライド JP の脇本です。今回は、ニールプライド2014年モデルの、ヘルキャットのセッティング、それからチューニング等を説明していきます。今回、サイパン来ています。今日はこんな感じで、爆風です。撮れますでしょうか。真っ白ですね。天気も良くなってきて、風の方は10メートルオーバー吹いていると思います。はい、これからセッティング等をしていきますので、ぜひ詳しく見てください。よろしくお願いします。はい、ではこれから2014年モデルニールプライドのヘルキャット67のセッティングをします。でこのセールはノーカムフリーレースセールですね。ノーカムなんですが非常に速くて、そして安定しているセールです。貸し出しもいいしトルクもあります。RDM と SDM どちらでも合うように設計されていますが、今回は SDM であります。キングフィッシャー、はい、はい、ですね。バテンはこう下に来るようにしていた方がですね、この状態から一回差し込んで前に来て、マストスリーブを傷めないようにですね、できるだけこう持ち上げてもらって、で継ぎ目がちゃんと入ってるか確認しつつ、はい、差し込みますですね。好みにもよるんですけど、 SDM で貼ってる方はまあジャストオーバーで、乗る方、ここちゃんとチェックしといてくださいですね。ここ入ってるかどうかを確認していただいて、で RDM の方はまあアベレージスピード、それから取り扱いをこうしやすい方が選んでいるようですね。さあヘルカットはダイナミックコンパクトクリューをいますので、サイズを452ですね。452ですから、ここに合わせて、下から順番にくるくるっと通すだけで、ニールプライドはこれが本当にセッティングが早くできますので。手でギューッと、これぐらい大丈夫ですね。引きすぎないで大丈夫です。この状態でルームを持っていって、このスリーブがまだ柔らかいうちに、マストスリーブが柔らかいうちにブームを取り付けてしまいます。アランタチです。これも上から体重をかけて締めやすいようにニールプライドとレバーはなっています。はい、下ろしてダウンを引いていきます。ダウンは僕はこの毎回なんですが、ね、くるっくる端っこ持って蹴るという、こういう形でやっていきます。じゃあちょっとリーチの落ち方を見ましょうか。はい、ヘルキャットはノーカムレーシングセールですので、リーチの開き方はレースセールのようにリーチが落ちていきます、ね、今いきます。まあ、ラフが452です。今ジョイント、22センチに合わせてありますので、これでずっときっちり引いていくとリーチが下に落ちてきますね。今ほとんど表示通りです。綺麗な落ち方してます ね。ドラフトもちゃんと出ていますし、でこのぐらいですから、レーシングセールを使ったことがない方はダウンテンションが弱い方が多いですので、ヘルキャットはノーカムレーシングセールですので、ダウンをしっかり引いていただいて、セッティングを行ってください。でしっかり、止めてですね、こういうふうにしっかり最後まで止めてもらって、アップホールラインを通して、使いつけますですね。つけて、はい、これで、ダウンテンションは OK ですね。こういう感じ。はい、次はアウトテンションです。アウトテンションはこう持ち上げて、まあ、大体
マストが風上に行くような形ですね。ここに風をちょっと受けながらやると安全です。取り付けるときにはそうですね、クリート側が上に来るように引っ掛けるだけでですね。あ、逆だった、失礼、間違った。クリート側が下だった。そうしないとこうやって噛んじゃうんですね。これは注意してやってください。クリートに来ない方がですね、クリート側が下へ行くような感じですね。こうすると噛むことがないです。はい、でこれも軽く引くくらいですね。で、アンダーの時にこう緩、まあ、軽く緩める、ジャストの時に軽く引く、オーバーの時にはもっと強く引く。これを皆さんもぜひやってみてください。あの、引きすぎる人がいるんですけど、引きすぎるとドラフトがなくなりますので、ダウンをしっかり引いてアウトを今度軽く引くぐらいが標準だと思ってください。最初から引きすぎるとこのカーブ、ドラフトのカーブがなくなって、非常に、走り出しも悪くなりますし、セールが中折れしてしまいますので、じゃあちょっとここから見てもらっていいですか。またですね、ここからちょうどリーチラインですね。下3本がしっかりまっすぐで、そこからトップに向けて開いています。これ綺麗に出てますね。トップは風を逃がして調整してくれるし、ここのラインは走り出し、それから上り性能、ドラフトを安定させるというシステムがついてます。さあ、セッティング終わりましたけど、ちょっとこのダイナミックコンパクトクリューの説明しましょうか。そのダイナミックコンパクトクリューというのは、ニールプライドのロバート・ストレジーが考えた、まあ、デザイナーが考えたシステムで、もうほとんどのメーカーがこのシステムを採用しています。ブームよりもバテンが外に出ていて、クロスバテンになっています。この効果の素晴らしいところは、ちょっとこっちから見てもらった方がいいかな。あ、違うな、こうですね、こっちからですね、こうですね。風が強くなってくると、このバテンがしなります。当然風が当たってきますよ。しなるとこの S 字取れますかね。バテンがこう S 字になるの、こう S 字になるの取れます。これがどん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  S 字になっていくというか、前にずれていくの取れますか、うん、こうですね。セールが開くとドラフトが前にずれるという画期的なシステムです。普通はちょっとこっち見てもらうといいんだけど、あ、全体見てもらうといいんですけど、風が入ってくるとだいたいこうなります。これはあの、バテンが飛び出てない場合ですね。袋状態になってドラフトは後ろに下がってくるんですけど、逆にセールが開いていく、バテンが開いていくとドラフトが前にずれるので、非常にセールの安定性が増します。しかもこのブームエンドからマスト、そうですね、トップに向かって開くので、全体がこう機能してくれます。ですから最初からダウンテンションを強くしなくても、ソフトでありながら非常にいい乗りやすい、ソフトながらドラフトが安定するセールになります。あとは、まあ、ここを出している分だけマスト調を短くできますので、コンパクトになりますし、ブーム調を短くできますから、セール返し、ウォータースタート、セールアップ、そして、ブームが短くなればなるほどブームって、たわみませんので、まあ、いろいろな効果があるシステムです。ダイナミックコンパクトクルー、レーシング系のセールに採用されていますね。フラットウォーター系のセールに採用されています。で、新しい、エボ5とかですね、今度のエボ6はこれがこうつながってるんですね。こうつながってるしですね、それはフットとここのカーブ、どういうんですかね、リーチとフットのコントロールを一緒にできる、素晴らしいシステムですが、まあ、あのこのトップだけの方、上だけのダイナミックコンパクトクリューでも、セッティングも楽ですし、風域も広く使えますので、これはあのこのヘリキャットの特徴です。アンダーもすごい走りますし、当然上るし、オーバーにも強いですし、このようなセッティングをしていただいて、ぜひ、スピードセーリングを楽しんでください。以上です。はい、ヘルキャットの新しいセールの特徴なんですけど、ちょっと補足をします。去年まではですね、ラフスリーブ、マストスリーブがここまで広くなくて、まあ、ちょっと広かったんですけど、バテンがもう少しマストの前というか横ぐらいまで出てきてたんです。今年は実はマストスリーブが広がって、しかも少し浮くような感じになっています。ですからバテンのトップがちょっと中に入るような形ですね、になっていますので気をつけてください。意外とちょっと浮いてる感がありますけど、これはあの最初からこのドラフトが
しっかりできていて、風が落ちてきてもこのドラフトで、まあ、カムがついているように走ってくれます。そして風が入ってくるとこういう風に膨らんでもっとドラフトが深くなって安定させるという、風が弱くなって戻るんですけど、去年それ以前のセールよりはアンダーがよく走ります。で風が吹いてくるとドラフトがここで固まってもっと早く、そして、なんでしょう、ドラフトを安定させながら走られるという、ちょっとセッティングした時にあれ馬券が浮いてるなというふうに思うかもしれませんけど、やり方大きくそこが今年は変わっていますので、気をつけてください。はい、以上です。